私たちはついにアッシュランドに進出を果たした。そこは生き物の気配が全くない、ハイフル市の大地だった。その地をバッコするのはスケルトンの軍勢で、私たちは問答無用の戦闘に巻き込まれることとなった。度重なるスケルトンの襲撃をしのぎつつ、私たちはアッシュランドの各地にあるドームを攻略していった。そして、4つのドームのボスを捕獲したところで、私たちは一旦帰路に着くことにした。アッシュランドの最奥に行くには、今はまだその時ではないのだ。まずは、我らのカニ養殖事業を邪魔するサザンハイブを何とかしなければ。今日もアウトローとして人の幸せを考えていこう。今は拠点に戻っているところだが、レディーサンダーをリバース鉱山に連れて行かなくてはいけない。でもレディーサンダーだけをわざわざリバース鉱山に届けるのは効率が悪いよね。そこで、帰り道の途中で貴族がいる施設を襲撃して、一緒にリバース鉱山送りにしようと考えているぜ。複数の貴族がいるなら、リバース鉱山に行くのも苦にならないね。まずは都市連合の町、カタンに寄ってみるぜ。カタンは野生動物の侵入を防ぐために、門を二重にした厳重な防衛体制が築かれている。しかし、門とは閉じていてこそ初めて効果を発揮するもの。アッシュランドまで行った私たちからすれば、バリアタワーの方がずっと厳しい防衛だったよ。それでは攻撃開始。もはや侍なんて私たちの敵じゃないね。クロスボウ部隊が実にいい仕事をしてくれる。目にも止まらぬ連続射撃で敵に手も足も出させないよ。敵が一人なら簡単にはめることができるぜ。第一の門を突破して、第二の門に向かうよ。坂道で侍がわらわらやってきたけど、特に何の苦戦もなく戦えているよ。砲台を使われたら多少はダメージを負っただろうが、運がいいことに報酬につく敵がいなかったぜ。イノシシ武者ばかりだね。で、この敵傭兵ギルトの人だよ。なんと、都市連合は傭兵を雇ったというわけか。自前の兵だけでなく傭兵を頼るとは、都市連合はそれだけ厳しくなっているというわけだね。大陸の大半を占めていた大帝国も、斜陽の国となったな。それでは貴族の館に侵入しよう。このボソボソ言っているのがここの貴族のロード城だぜ。まあまあのステータスを持っているけど、悲しい金防具が飾りなので私たちの攻撃に耐えられないよ。でもこれは他の貴族にも当てはまることだけどね。まあ屋敷でくつろいでいるときは戦闘用の防具じゃなくて部屋着を着るのが普通だからな。貴族のローブって緑色とオレンジ色があるけど、オレンジ色のやつってホーリーネーションの司祭が着てる服と同じに見えるのって私だけ。確かに似てるが、それを言うとリバース鉱山の奴隷たちが着ている服にも近いものがあるぞ。そうだね。だけどそしたら、ホーリーネーションの司祭と奴隷が、似たような格好をしているってことになるよね。それってどうなのさ。ホーリーネーションは、聖火の経典、という本を国民に所持させたり、火をモチーフにした印をそこらに記しているし、フェニックス像の前では火を焚いているから、火を神聖なものと扱っているんだろう。だからオクラン教は暖色の服がスタンダードになっているのでは。奴隷も一応、公正のために強制労働させられているんだから、オクランにふさわしいオレンジの服を着せられているんだろう。なるほど、ホーリーネーションにとって、オレンジ系統の色は宗教の色というわけだね。確かに、聖火の経典の表紙もオレンジだから、あながち間違っていないかも。さてと、ロード城を拉致したことだし、次に行こうぜ。次に私たちが向かったのは人狩りの拠点だよ。ここには貴族はいないんだが、近くを通りかかったものだから、ついでに殲滅させてもらうことにしたぜ。そうだね、我が物顔で人を拉致して奴隷にする集団がいたら、人々が幸せに暮らしていけないものね。しかし突っ込んだのはいいものの、人狩りたちは悲しいくらいに弱いぜ。ステータスは高くて20ちょい。もはや私たちの前には手も足も出ないよ。唯一警戒するべきはハープーン砲台マーク2だな。バリアタワーにあったのと同じやつだね。人狩りたちの報酬のレベルもお察しだが、ハープーン砲台マーク2は素人にも扱えるように作られた砲台。そこそこのダメージを叩き出してくるぜ。人狩りは見境なくいろいろな人々を奴隷にしてきた。確か侍も奴隷にしていたな。あまりに多くの派閥から恨みを買っているから、復讐を恐れて防衛機能だけは最高にしているんだろう。あと、この拠点は結構規模が広い。建物は茶地だけどちょっとした町くらいの規模はあるね。すべて奴隷ビジネスで稼いだ金で建てたのだろう。それだけ多くの人たちが犠牲になっていたんだね。人狩りよ、お前らのハンティングも今日で最後だ。ただし、最後のハンティングではお前ら買い物だけどな。こうして私たちは、人狩り狩りを堪能したぜ。しかし、勝利の後に待っていたのは、臓腑が消え失せたような虚無感だけだった。
こんなことをしても、犠牲者は帰ってこない。このどうしようもない思いを門にぶつけるのであった。門だけじゃなくて、他の建築物も叩けたらよかったんだがな。街が壊せるようになって楽しくなるかも。人狩りの拠点も制圧したし、本来の目的地に行ってみようか。というわけでやってきたのは大陸南西部の奴隷農場。ここでは奴隷たちが野菜作りに励んでいるぜ。みんなの仕事の邪魔をしないように、まっすぐノーブルハウスに行こう。ここには数える程度の侍しかいないぜ。砲台を利用して攻撃してくることがあるので注意が必要だけどね。しかし、白昼堂々の切り合いが行われているのに、奴隷も奴隷商も全く無関心だな。きっと私たちが礼儀正しく切り合いをしているから、みんなも気にせずに仕事を続けられているんだね。外にいた侍はみんな倒れたから、中に入って貴族の面を拝むとするか。屋敷に入ると貴族の姿を発見。このモヒカン女が奴隷ミストレスグレイスだ。この世界の貴族はパンクでロックな見た目の人が多いですね。刀身が白い脇差しを持っているな。かなり等級が高そうな武器だね。しかしグレイスは、ストークの一撃であっけなくダウンするのでした。グレイスは、ゆるい池田や階段落ちを披露するのでした。貴族の館を制圧した後、グレイスの所持品を見てびっくり。なんとこいつが持っていたのは名刀の脇差しだったんだぜ。名刀の脇差しは私たちが持っているんだけど。名刀は武器ごとに世界に一本ずつしかないはずなんだが。まあ深く考えても仕方ない。ここは儲けもんと思ってもらっておこう。捕まえた貴族たちは毎度ながらリバース鉱山に入れるよ。ここも随分と賑やかになったものだな。残る都市連合の町はあと4つ。奴隷関係の施設もあと3つくらいだったはず。貴族の一層も見えてきたね。貴族たちを檻に入れたから拠点に帰ることにするよ。なんだか拠点に戻るのも久しぶりな気がするな。拠点に戻ってきたけど、変わりないようで何よりだよ。やっぱり自分の拠点は落ち着くぜ。アッシュランドドームのリーダーたちは檻に入れていくぜ。檻に入れても彼らは何も語ってはくれなかったよ。第二帝国の歴史はやはりキャットロンに聞くしかないのか。貴族の屋敷に落ちていた敷物を、町の中心の建物に置いていくよ。そういえばこのアウトポストタイプの建物は、まだ何にするか決めていなかったな。それなんだけど、やっぱり酒場にしようと思うよ。酒はこの町の名産品だから、それを利用できる施設が欲しいからね。そうか、ならバーっぽい内装にしないとな。バーカウンターとテーブルを設置して、酒場っぽい見た目にしていくよ。酒樽を置いて、さらに棚も配置。バーに行くと棚にいろんな銘柄がディスプレイされているよな。天井灯も整えて、2階のレイアウトを決めたら施工に移ろう。この酒場がおそらくこの町の最後の工事になるだろう。ついにゴッサム式が完成するのか。並行して残りの研究も全て終わらせてしまおう。アッシュランドを探索した時に AI コアは十分手に入ったから、これで研究は全て終わりということになるぜ。さあ、これで酒場が完成したよ。つまり、ゴッサム式が完全な形になったということ。ここまで街を発展させるのは実に長かった。でも、私たちはやり遂げたんだ。おい、霊夢。どうしたのさマリサ、そんなに血相を変えて。落ち着いている場合じゃないぞ。アイゴアが、来る。なんだって?都市連合領が反壊したことで、ついに都市連合の最高戦力がやってきたか。とてつもない兵士の数だな。兵士の数など、アイゴアに比べれば些細なこと。こいつは正真正銘の化け物だからな。よし、総員戦闘態勢だ、アイゴアを迎え撃つよ。北門を解放、アイゴアの部隊をこちらにおびき寄せるよ。アイゴアの方はうまく釣られて動き出したな。アイゴアがやってくるまでに準備を整えておこう。エラースケルトンたちにも戦ってもらうよ。ラストエリクサーにならなくてよかったぜ。もともとエラースケルトンたちは、アイゴアの部隊と戦ってもらうつもりだったからね。よく見るとエラースケルトンたちの装備が立派になってるな。熟練等級の侍の鎧と侍のスネ当てを装備。武器も等級の E10 手を持たせているよ。十分戦力になりそうだな。さあ、来たようだぜ。おい、町の方。帝国の貴族階級に対する反逆の罪。動物を追っているよ。俺も逃がすな。とまあ動物障害多勢でカオスな感じで戦いが始まってしまった。敵の数は尋常じゃない。
こちらもバックパックを外して本気でかかろう。パブリックエネミーズの底力を見せてやろう。さあ、敵がわらわらとやってきたぜ。敵は扇状に広がりつつある。このままじゃ私たちの街を縦横無尽に駆け回りそうだから、こちらから先制パンチをかけてやろう。いきなり100超えのダメージが出たな。都市連合は私たちの力量を完全に見誤ったね。まあ正直に言うと、私たち自身もここまで圧倒できると思っていなかったぜ。いつの間にか強くなってたんだね。この分ならクロスボウ部隊をもうちょっと前に出しても大丈夫そうだな。エラースケルトンたちも頑張って戦ってくれているね。しかし、肝心のアイゴアはどこだ？アイゴアを探すついでに一度戦況を確認しよう。都市連合の部隊は、もう半分近くが倒れているのではないだろうか。戦いは始まったばっかりだというのに。いたよ。アイゴアだ。エラースケルトンたちと戦っているのか。アイゴアはまだダメージらしいダメージを受けていないよ。エラースケルトンたちだけでは荷が重いだろう。ここは旧兵部隊を前に出してアイゴアを狙い撃つぜ。さあ、アイゴアよ。降り注ぐクロスボウの矢に耐えられるか。アイゴアの弱点は頭だ。装備を装着していない頭を狙うんだ。頭以外は1、2ダメージしか与えられていないね。驚異的な硬さだ。だが、砂忍者の基地に短期で乗り込んだ霊夢を見てわかるように、クロスボウは数が揃っていれば、格上の敵だろうが封殺できる。アイゴアの敗因は味方に恵まれなかったことだろう。いくらアイゴアが強くても、お供の侍がこの程度なら、短期で敵陣に乗り込むも同じ。一方の私たちは、アイゴアほど強いメンバーは一人もいないけど、全体で見れば高い水準の戦闘力を誇る。足りないところをみんなでカバーする。これが絆パワーだぜ。もう残る敵はアイゴアだけ。こいつも粘ったが、これで終わりだな。都市連合の最高戦力、アイゴアはここに倒れたよ。同時に、襲撃部隊は撤退を始めたぜ。私たちの完全勝利だね。しかし戦闘後にトラブル発生。エラースケルトンたちが動物商に襲いかかったぜ。やめろ、その人たちは敵じゃない。エラースケルトンたちを担ぎ上げて、なんとか混乱を収めることに成功したぜ。マリサ、アイゴアの姿がないよ。なんだって。きっとさっきのエラースケルトンたちを止めている時に逃げ出したに違いない。やれやれ、厄介な奴を取り逃がしてしまったな。アイゴアとはまた喧嘩を交えることになるかもしれない。しかし、今はこの勝利を喜ぶとしようか。といったところで今回はここまで。次回はサザンハイブとの決着をつけるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。